つまごい郷土資料館は、群馬県あず郡つまごい村にある村営の資料館で、ある。1983年に開館。開館当時から、つまごい村直営の公営資料館。1783年の浅間山大噴火に、起因する大規模な土石流によって埋没した、神原村の資料や絵図、発掘した民家の出土品などが中心に展示されており、 火山災害と江戸時代の人々の生活文化を垣間見ることができる。妻ま村の歴史を語る上では欠かせない、天明三年の浅間山大噴火による大災害とその復興を伝承していくことがテーマともなっている。また、縄文時代の遺跡から出土した土器類の常設展示は、妻ま村に古くから人が生活していたことを証明するもので、 当時から新州との交流が盛んに行われていたこともわかる。その他、妻ま井い村特産のキャベツについての解説資料が展示されている。所在地は、群馬県東郡妻ま井村大和かん四百494番地、常設展示されている、今井となる遺跡中高度記二点は、縄文時代に作成されたもので、群馬県の重要文化財に指定されている3月28日、指定。 土器は大小の2個1組で、形成の段階で表面を磨くように滑らかに仕上げ、黒色に焼き上げてあるのが特徴的で、大きさも一定の法則をもって作成されている。全国的にも珍しく貴重なものとされており、完全な状態で出土したために補修などは一切していない。鉄道、バス利用自動車利用、ありがとうございます。